はい。皆さん、こんにちは。今日は GPT を使ったミュージシャンの人にはとっても嬉しい動画用のスライド素材を作るとっても便利な GPT 図。これをご紹介したいと思います。以前にもこれはご紹介したんですけれども、今回はそれのアップデートバージョン。そういうものです。もうじき GPT ストアが オープンしそうなのでその直前の PR も兼ねて動画を作らせていただきました是非こういう GPT 図もあるんだということで皆さん関心を持って見ていただけたら幸いですではスタートをしたいと思いますこれがミュージックビデオスライドヘルパーというソフトですそしてここでミュージックビデオの制作を手伝ってください このスターターから始めます。もちろん、ミュージックビデオの制作をお手伝いいたします。まず、以下の情報を教えていただきますか。このように聞いてきますので、3つの項目に対して答えてみてください。はい。 曲名、冬の北の空。画風は水彩画。制作、村長。歌詞はお任せします。テストですので、AB セクションとサビ、1番だけで OK。こんな感じに回答をします。そして送ります。了解しました。曲名は冬の北の空。制作者は村長さんで、水彩画のような画風を希望されています。 歌詞はお任せとのことで AB セクションとサビの一番のみの構成で進めさせていただきます。いいですね。歌詞が出来上がったら歌詞について修正点とかそういうものがあるかというふうに聞いてきますので、これでやってみましょう。はい、次へとかいうふうに打ちます。OK というのでもいいと思います。そうしたら画像を作っていきます。 はい、こんなシーンを作りました次に OK としますどんどん進めますはいちょっと黒い縁がありますねこういう時は修正をしてください左右の黒縁が気になるので16対9でと修正依頼しますはい 枠はありますが枠の外にも雪が降ってるデザインがありますのでこれは OK としましょう次は OK にします丸くトリミングしましたねこういうのもたまにはいいでしょうもう一度歌詞をまとめてくれます。 次に歌詞をボカロとかシンセサイダー V 用にひらがな変換してくれますはい、ひらがなにうまくなりましたね次にこの歌詞に基づいて SRT 字幕ファイルこれを作成します各行の表示時間は 先頭から10秒間隔で9秒の長さとします。いわゆる大体でいいので、字幕を順番に作ってもらうということです。このように00秒から9秒まで作って、次の行は10秒から、いわゆる1秒ずつ間隔があるように、字幕形式のファイルをこのように作ってくれます。はい、圧縮ができたようです。 これでダダウンロードホルダードルルのファイルを解凍しますはい、そうしましたら、表示を最大アイコンにしますと、先ほどの画像ですね、そして SRT ファイルも入っています。この SRT ファイルもう一度確認してみましょう。メモ帳で確認します。ちょっと大きくしますね。こんな感じで、 9秒ずつ、そして次の戦闘は10秒から19、20秒から29というふうな SRT のフォーマットで出来上がりました。これで今回は Vegas Pro というソフトでやりますが、これはラビンチとかファイナルカットプロとかご自分の得意なものでいいと思います。やり方のほとんどは同じだと思いますが、ただ一つ字幕というものを扱えるソフト、 それでないといけないということだけはあります。じゃあ、そのやり方をご説明したいと思います。はい。それでは、ここにメディアを表示したいと思います。これの画像ファイルを、ここにインサートします。そうしまして、ここに字幕ファイルがありますけれども、まあ、このソフトの場合ということですが、まずこれを並べます。 このように入れました。長さは今は適当です。皆さんの場合はですね、もう音楽が基本的にはできているということで、別のトラックに WAV のファイルとかというのも入れていただくといいわけです。そうしまして、これを並べていきます。曲の変わり目に合わせて並べてくれたらいいわけです。まあ仮にこんな感じの長さがあるとしましょう。そうしまして、 ま、このソフトの場合ということですけれども、挿入メニューから、ファイルから字幕を挿入。そうしまして、先ほどのフォルダーを選択します。ダウンロードフォルダーですね。この中の、このダリーというやつ。ここで SRT ファイルにします。これですね。これを開きます。ここで OK を押します。 このようにしますと、ちょっとここで拡大しますが、10秒単位、それでこのように入っています。歌詞の長さとか、そういうのをこう合わせながらですね、ここに配置してくれればいいわけです。ちょっと文字が大きかったようですけれども、こういう風うに歌詞が入ります。 この文字の大きさというのは先ほどのテンプレートを上手に作っておけば大きさは揃えることができます。一例を言いますとこういう風うになっているわけです。本当のサイズはそのままで2行にしても悪くはありません。そうしまして位置などを整えると。ちょっと文字が大きすぎたのでですね、こんな風になってしまいましたけれども、このように並べることができます。 ちゃんとこう順番に並んでくれていますね。このように字幕ファイルが作れればビデオ編集ソフトに一発であらかたのところに持ってくるので、あとは移動、長さ、指定。これさえやればどの動画編集ソフトでもうまくいくと思います。今後期待をしててください。曲と歌詞ができたとしたら、 ご自分の歌詞ででもそれが簡単に一行一行のイメージをうまく作ってくれたりします各セクションにマッチングしたイメージ画像をうまく作ってくれますので動画を簡単に作るご自分でもっともっと凝ったものがしたいという方はストックサービスそういうところから映像や画像をゲットして作るのもいいですけれども 今回はチャット g p t だけでこんなことができるという一つの事例をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。またねー。